セインツ約束の果ては2013年のアメリカ合衆国のクライムドラマ映画1970年代のアメリカ合衆国テキサスそこにボブとルースという一組のカップルがいた二人は窃盗や強盗を繰り返しながら生きてきたがルースの妊娠を機に足を洗うことを決意するだが最後の仕事と決めた銀行強盗でミスを犯した二人は 保安官に包囲され、銃撃戦へと発展してしまう。そこで、ルースの放った弾丸が若い保安官の方に命中したことで銃撃戦は、ますます激しくなり、ついに二人は投降する。しかしその際、ボブは保安官を撃ったのは、ルースではなく、自分だと証言し、彼女をかばって刑務所に収監されるのだった。四年後、娘を出産したルースは共につつましく暮らしていた。 そんな、ルースのもとへ、あの日方を撃たれた、保安官のパトリックが現れ、ボブが刑務所を脱獄したことを告げる。実はパトリックはあれ依頼かけながら、ルースを見守っており、彼女に、密かな恋心を抱いていたのだ。一方、ボブは、過去に仲間を裏切り隠していた大金を手に、ルースと、まだ見ぬ娘のもとへと向かっていた。だが、それを知った、組織のボスであるスケリットは、 ボブの抹殺を部下に命じる。ボブとルースの親代わりだったスケリットにとって、ボブの裏切りと再び、ルースを危険にさらす行為は、絶対に許せなかったのだ。それぞれの思いが交差する中、ついに物語は、悲劇的な結末を迎えてしまう。役名、俳優、日本語吹き替えの順に記述。ありがとうございます。